モデルプレスイコール2024年5月2日、サバイバルオーディション番組、PRODUCE101 ジャパンザガールズから誕生した11人組ガールズグループ ME、I、ME、I、ノラン、石井蘭と恵子、清水恵子が1日放送の TBS 系バラエティ番組、夜のブランチ、毎週水曜深夜23時56分からに出演。オーディション時を振り返った。写真、MOMONA と親戚の有名アーティスト、恵子、オーディション時を振り返り欄に誤ったこととはオーディションで選ばれた ME、I のメンバー。デビュー前のパフォーマンス動画が Z 世代にバズっているといい、ファイナルでのデビュー評価曲、CHOPPY が公開された。パフォーマンス映像を見た恵子は、私たちのチームは年齢層が低めだった、と、当時を振り返り口に。チームには恵子をはじめ、TSUZUMI、海老原鼓、鈴、山本鈴、雫、飯田しおり付きの10代メンバーがいたという。それゆえ、リーダー、ランに大変なご迷惑をかけたことを自覚しております。すみませんでした、と言い、TSUZUMI、鈴、雫も一緒に頭を下げた。ランは問題児しかいなかったので、最初はちょっと鬼になって叱りました、と当初は苦労したと笑いながら解雇。言葉で優しく注意していたと振り返った。心、ライバルでありながらも相手を思う言葉投げかけるその他の公開されたバズり動画では、クールなパフォーマンスをするチームメンバーに対して、別チームのメンバーが控え室でパフォーマンスをどんな思いで見ているかについて質問が。心、加藤心は、一週間とかすっごい短い期間で大変な曲を完成させなきゃいけないっていう。お互い大変な状況を見合ってる、とお互いの状況について口に。それゆえ、お願いだから失敗しないように、完璧なパフォーマンスを最後できるように、っていうのを祈りながら互いに見てた、と当時を振り返った。ライバルであるものの、ミスれ、という気持ちは、ないです。と全員一致で回答。MC であるお笑いコンビミキの構成から、嘘つけ。と驚かれていた。ニップ女子から誕生のガールズグループ ME、I、ME、I、ME、I は、サバイバルオーディション番組、PRODUCE101 ジャパンの第3弾。PRODUCE101 ジャパンザガールズから2023年12月に誕生。2019年に誕生した JO1、JO1、2021年のINI、INI に続き、シリーズ初のガールズグループとなった。メンバーは心、みゆ、桜井みゆ、MOMONA、笠原桃奈、ラン、雫、あやね、高見飾りやすし、恵子、KOKONA、佐々木心な、RINON、村上リアン、鈴、TSUZUMI。シリーズ歴代最多となる応募総数約1万4千人の中から選ばれ、グループ名には、新しい日本の世代を代表するコート未来のアイドルコート、という意味が込められている。未来のタイトル曲、クリックはコート CLICK コーとして新しい未来を切り開いていくという意味が込められた記念すべきデビュー曲。未来のアイドルである ME、I が明るい未来に向かって進んでいくという抱負を込めた歌詞も注目ポイントだ。モデルレス編集部。